昔から津波被害を受けた地域には、はい、津波の後は旅のもので満たされるという言葉があるそうです。言い伝えというか伝承、今まであった現象で言えば、ボランティアでやってきた方が地元の女性と結婚をする、はい、つまり旅のものがやってきて、そこに居つくと、はい、それから津波被害があった地域を今まで何回も何回も復興させてきたんですよ。繰り返してきましたもんね。でそれが歴史なんですよ、うん、だから別に自分が珍しいわけじゃなくて、旅のものなんです。だから旅物のものの力は実はその国の力と同等の力があって、一個一個の力は小さいけれども、それがあちこちにこう、点在してる。そう、それからある時その旅のものの小さな力が大きくなったり、そうやってその足りなかったものを補っていって新しい文化が入ってきて、それでまた新しい町ができていく。この伊里前復興商店街をショッピングセンターにしたいというのです。で去年の6月にその段階では自分個人の妄想だったんですけど、南三陸、ショッピングモールプロジェクトというのを勝手に立ち上げたんですよ。見ました。はい。で、こんなことやりたいね、あんなことやりたいねっていう会話を皆さんとやっているうちに、皆さんが自分たちでもそういうふうにやりたいねって話になって、で今はここにいらっしゃる方はショッピングセンターを作ってテナント制にして、例えば高齢の方が店を辞めてもシャッターがのお店にならない で、ね、で新しい若者を呼んできて出店してもらって、いつまでもその生きてる商店街を作っていきたい、皆さん自らが他のお店の人にそういうふうにしませんかっていう話をして、勝手に今一人歩きしてます最初のその種まきだけです、やったのは。そうすると、そのショッピングセンター見届けるまで、そういうことですか。どうにもならないですよね。